はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ本当に、いつも聞いてくださってありがとうございますということで、まあやっぱりね、まあ昨日はですね、まあそのやっぱりその大沢里藤とかね、まあ例えば関電株主での、まあ橋本さんのね、こう脱原発の主張とかですね、まあそういうのを聞いてても、なんかもう全然ピンとこないと。なんか単なるガス抜きでなんか脱原発とかですね、消費税反対とか言ってるのちゃうんかと。まあいうような感じでね、もう僕は割と白開けてて、まあそれはあんまり僕は変わってないんですけども、まあでも、まあだから政治にね、まあその期待するというよりもですね、やっぱりまあ明日官邸前でね、まあまた大規模な、抗議が起こると、まあ10万人規模のなんか抗議でね、人が集まるんじゃないかとかと一説では囁かれててですね、まあ僕もそれは大いに期待してますしね、まあ僕は行かないんですけども、でもやっぱりその先々週から1万人集まって、この間は先週は4万5千人集まって、やっと、新聞が報じてですね、テレビでは、報道ステーションが報じたということがあって、じゃあ明日はどうなるんだっていうね、本当にその僕はもう官邸前っていうのがもう完全に僕は政局の、一つに、ね、なってると言っていいと思うんですよね。だからそういうなんか政局って言ったらなんか歪小化というかですね、まあなんかしょうもないことで、僕は別にその政局はうんとか別にどうでもいいことなんですけども、そんなことやらやっぱりね、この官邸前のこの抗議行動っていうのはですね、もう完全に、まあ、歴史に残る、重大なね、出来事になるであろうっていうのがですね、もうこれはもう誰が見ても明らかだろうと思いますね。日本でこういうことはかつてなかったわけですし、まあやっぱりそれは、そのチュニジアのね、ジャスミン革命から起こったですね、やっぱりそのエジプトのデモ、タハリル広場でもですね、多くの人が集まって、政権がですね、もう転覆したと、ムバラクでしたっけ、なんかもう名前も忘れましたけども、そういう流れにあるんっていうのがですね、僕は日本では何やかんやでもそういうことは起きないだろうって思ってたんですけども、まあそれが、日本でも実際にですね、官邸前で、こんなことが起こってると。っていうことが、まあものすごく嬉しいことでもありますし、まあそれはやっぱりね、もう政治だけには任せておけないっていうね、そういう、政治への絶望の現れだとも思うんですよね。原発再稼働にしてもですね、結局今、大井原発がですね、まあ、再稼働に向けて着々と準備されてると。しかしですね、その、大井原発直下には活断層がありですね、しかも警報が何回も鳴ってると、今日もなんか誤動作で警報がとかって出てですね、トラブルも毎日のように起こってるのに再稼働に進んでるっていう、このなんかこう、なんとも言いようのない絶望感ですよね。まあ、昨日のそれは関西電力の株主総会にしてもですね、まあ、他の電力会社の総会にしても、なんか原発再稼働させようとしてる、まあ、野田内閣も、原発再稼働は必要だと言って、まあ、消費税も必要だとか言ってね、可決しようとしてるっていうね。で、それでまあ、その小沢のその離島云々っていうのもですね、僕からしたら全然茶番にしか見えないと。自分たちは消費税にですね、こう、賛成してないよっていうパフォーマンスにしか見えない、もう本当茶番だと、僕は昨日言ってたんですけども、もしそうでなかったらですね、僕は明日官邸に来いよと、小沢一郎と、それは言いたいなと思ってたら、まあ多くの人もそういうことを思ってるみたいで、まあそうなんかそういうね、動きも一部ではあるみたいな感じで、僕は本当にね、来たらいいと思うんですよね。まあ、ただでさえ小沢新党できたらですね、期待するかどうかって言ったら期待しないが、79% っていう世論調査がですね、まあ、これ共同通信とか朝日新聞とかにも全く同じような数字で、出ててですね、だからやっぱり期待してないんですよね。
だから僕は小沢新党よりもですね、やっぱり小沢グループっていうのは民主党の中でですね、その決着をつけるべきだって僕は思ってるんですよね。9月の代表選で小沢グループの候補をですね、勝たせろよと。それによってでしかですね、小沢もですね、民主党もですね、支持なんか集まるわけがないということを僕は、なんかずっと言ってるつもりなんですけどね、新党を作ったところですね、はっきり言って、橋本維新とも連携しないわけですから、もうほとんどしないのは確定的ですから、それによって支持も上がらないですから、もう票も集まるわけがないと。だからそんなんじゃあかんやろということでね、僕はやっぱりその小沢一郎が明日ですね、官邸前に来てですね、脱原発だと、今までは過渡的エネルギーがとかって言って、全然その脱原発っていうね、言葉って一言も言ってないわけですから、小沢周辺とかですね、小沢新派だけがですね、小沢さんは脱原発ですよって言ってるだけですからね。もうそういうのにもね、飽き飽きしてるんですよね。多くの人はね、僕をはじめね。だから僕はね、小沢一郎っていうのは、明日その官邸前に来てですね、脱原発だと、消費税も撤回させますって言ったらですね、そら、これは大きな効果がね、僕はあると思うんですけどね。まあまあそういうことで言ったらですね、まあ僕はその、まあ今日なんかツイッターやってて、ちょっとびっくりしたのは、まあ小沢グループって言われてる三宅由紀子議員からですね、まあなんか知らないですけど、リプライいただきまして、本当にありがとうございますということでね、まあそれはそれで嬉しかったんですけども、まあやっぱり、まあ三宅由紀子議員っていうのは僕は本当評価しててね、ずっと官邸前の、講義にもですね、まあ、先週も来てらしてですね、僕は本当にまあいろんな面で僕は評価してるんですけども、まあだからあえて、僕は小沢さんもですね、連れてきたらいいんじゃないかということをね、まあ言いたいんですけども、まあただ三宅議員が言うにはですね、まあ警備上の理由で難しいと、まあいうことでね、僕はそれでも来た方がね、絶対効果あると思うんですけども、まあただ来れないならば来れないでですね、例えば三宅議員に小沢一郎のね、そのメッセージを、脱原発に対する思いとかのメッセージを託してですね、それを三宅議員が官邸前で呼んだらどうかという提案はね、まあ、一応させていただきましたけども、まあ、それはね、どうなるか分かりませんけども、それぐらいした方がですね、いいと思うんですけどね、僕はその小沢グループにしてもですね、本当にまあそういうの抜きにしても、明日の官邸前のね、何集まるか知らないですけども、僕ははっきりで別にね、集まらなくても別にどうでもいいと思ってるんですね。そんなことよりも、やっぱり熱意のある人がですね、まあ、何人か集まった方がですね、僕はもう、それでいいと、さえ僕は思ってるんで、別に数じゃないと、まあ、小出弘明さんも言ってましたけども、小出弘明さんがね、その、まあ、尊敬されてるですね、田尻宗明さんの言葉をね、公害人面の、言葉を借りてですね、社会を変えるのは一人ですと、二人です、三人ですというね、こういう言葉をですね、まあ、好んで使ってらっしゃいましたけども、本当に僕はそう思うんですね。やっぱりもう、情熱のない人がですね、何集まろうとですね、それは烏合の衆でしかないと。いうことでね、やっぱり情熱のある人が何人か集まってですね、こうだって主張された方がですね、その方がよっぽどですね、人の、多くの人の心をね、僕は動かすと思うんでね。まあ僕は本当その小沢グループの中でも、三宅由紀子さんとかですね、森裕子さんっていうのは評価してるんで、まあそれは頑張ってほしいと思うんですけどね、本当にその、多くのね、だから、その民主党のね、小沢グループだけじゃなくて、多くのその政党とかですね、例えば今度のその選挙に出る候補者とかですね、いっぱい官邸前にですね、集まったらいいと思うんですよね。もうさ、明日10万人集まるかどうか知らないですけども、かなり集まるのは、まあ、僕は確実だと思うんでね。もうこれはもうはっきりここでね、まあ自分をアピールする絶好の機会としてもですね、まあそう、まあそういう、こう、魂胆じゃあですね、やっぱりその人の支持っていうのは集まらないと思いますけども、やっぱりもう、
もうこの歴史的記念行事に参加するっていうぐらいのね、もう本当そういうぐらいの気持ちですね、僕はぜひね、多くの人に参加してほしいなと、は思いますね、本当に。まあ僕はね、僕は行かないんですけどね、ということはあれなんですけども、でもやっぱりね、本当その、なんていうんですか、もう、政治だけ、例えば自民、公明、民主の政治がですね、だったらですね、いつまで経っても原発再稼働が止められないし、原発だってですね、多分何十年も、存続され続けるだろうと、運転し続けるだろうということはね、もう見えてあるわけでね、もうここを変えるとすれば、僕は今その官邸前で多くの人、がね、もう本当情熱を持った人が集まってね、もう止めろと言うしかね、僕はもうここにしか、僕は今希望はないんちゃうかなっていうぐらい、僕は絶望してますということはね、言っときたいですよね。まあやっぱ官邸の中に、この間野田総理もですね、その国会で言ってましたけども、よく声が聞こえると、官邸前の抗議の声っていうのはね。だから本当にね、もうここでもう、届けてほしいですね、野田総理にね。もう本当なんかもう変わろうが変わる前がですね、やっぱこう自分の思いっていうのはね、ぶつけた方がいいですよと、日頃ね、やっぱその、こういう何にも動かないようなね、決められない政治とかって言ってますけども、別に消費税なんか決めていらんのじゃっていう話でね、何を決めるかって言ったら、原発全廃というのを決めろっていうね。もうそれだけなんですよね。それをよく分かってるからですね。その橋本さんとかがね、昨日関連の株主紹介とかで言ってましたけども、まあ僕は橋本さんなんか全然信じてませんし、単なるガス抜き発言としかね、その評価してませんけども、本当にね、でも、そのね、まあ、ガス抜きでもですね、それぐらいの発言する人がもっと多くの議員から出ないとですね、動かんだろうなっていうのも思うんですよね。まあ、だから本当なんか、もう、政治のごたごたとか云々よりもですね、やっぱこう自分の思いっていうのを官邸前にですね、ぶつけてほしいなと、思いますよね。まあだから僕はまあこういう形で、自分の思いっていうのをですね、本当に一方的にぶつけてるつもりなんですけどね。もう本当ね、なんかこう、ここで原発を止めないとですね、もうあまりにももう日本っていうのが情けない国だなと、しか思えないですね。本当になんか小出さんのね、なんか30年、20年ぐらい前の若い時の、そのなんか、講義の VTR とか見てたら、ほんとなんかこう、生き生きとしてですね、なんか変えようっていう必死な思いっていうのは伝わってきたんですけども、今はなんかもう政治に絶望してますとかっていう、小出さんのね、まあそういう気持ちっていうのも、僕もすっごくわかるなと。ほんとになんか政治に、こう言っときゃ期待するんですけども、結局は裏切られるっていう、そういう繰り返しがですね、まあ、ずっと続いてきてるかなっていうのは思うんですけども、まあそれでもね、やっぱまあ政治だけじゃないっていうとこもですね、やっぱ動きとして、もっとやっていかなあかんかなっていうのは本当に思いますね。まあそういう意味でも僕は明日の官邸前の、まあ、抗議っていうのはね、どういう風になるかっていうのはものすごく期待してますということで、まあ、ぜひですね、まあ、行きたいなと、思う人はもう本当なんか、もう、心の中からですね、そういうなんか情熱をですね、ぶつけてほしいなと、思いますね。別にそれは、その、声を大きくとか、まあそういうのじゃなくてですね、何も言わなくてもいいからですね、官邸前に、まあ、ちょっと行くだけでもですね、全然違うと思いますよね。まあまあなんか、まあ、わけのわからん話ですけども、まあとにかく明日は僕気は、期待してますということで、頑張りましょうということで、僕もまだ岩上さんのね、ユーストリームの中継見ながらですね、応援してますということで、ということで今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。
今は私にとっては戦争なんですよ。はい。負けることのできない戦争、私にとっては小出弘明です。ポポンプーニャ。この放送はポポンプーニャを見てくれた方へのお礼放送です。いつもありがとうございます。